はい、えー、どうも、ボトフです。5月26日金曜日となります。はい、ちょっと遅い時間になっちゃいましたが、えー、昨日は木曜日ということで、スローバックサーズデーというですね、えー、まあ、ある年にスポットを当てて、ね、その年を振り返るみたいな配信だったんですけども、あの、タイトルにね、まあ、ハッシュタグ TBT って書いてんですよ。TBT っていうのがスローバックサーズデーの略なんですけども、 やっぱり日本ではどうも馴染みがないようで、スローバックサーズでは、なんか一週間の中でも一番聞かれてない感じがしております。ちゃんとスローバックサーズでって書こうと。ちょっとね、サーズでとか自信がなかったから。TBT って言ってたんですけどあの、ちゃんとコピーして保存しておきましたんで、次からは、ちゃんとね。本当はね、過去のも変えたいんだけど、 このミュージックトークはね、申請し直ししなきゃいけなくって、ちょっとめんどくさいんですよね。まあ、申請し直しすればいいんだけどね。うん、ちょっと時間がある時にやりましょう。で、今日はですね、金曜日。えー、こちらも恒例です、えー。ニューミュージックフライデーですね。ニューミュージックフライデーの方は意外と聞かれてるんですよね。はい。で、いうことで、今日は今週リリースされた新曲を10曲お届けしたいと思います。 まあ、スローバックサーツでも10曲ぐらい流せばいいのかもしれないんだけどね。あの、2日連続そこまで選曲するのが負担なので <laughs>。ニューミュージックフライデーの方に力を入れております。ということで、まず1曲目、日本のアーティストからです。今日5月26日、リリースのシングルです。えー、ドラマの主題歌かなはい。グリムスパンキーでラストシーン。はい。えー、グリムスパンキーでラストシーンっていう曲ですが、 え、ドラマの主題歌じゃなかったです。えー、パラビで独占配信中のオリジナル番組、恋のラストバケーション、南の楽園プーケットで働く君に恋をするの主題歌だそうです。これはあれですね、いわゆる恋愛リアリティショーってやつですね。はい。えー、恋愛リアリティショー。ちょうど今さ、アニメでやっている推しの子。ちょうどそんな恋愛リアリティショーのところが出てきておりますが、なかなかね、あの、 えー、かなり、えー、批判的なね、うん、闇の部分を描いたようなね、えー、ところも描かれておりますが、えー、その、押、えー、しの子の主題歌、えー、アイドルっていう曲の英語バージョンが出ておりましたのでそちら流してみようと思います。こちらも今日5月26日リリースのシングル、夜遊びでアイドル。はい、えー、夜遊び」アイドルの英語版ですね。 英語版結構だ、何曲か出してますよね。どうなんでしょうね。あの、最初ね、あの、夜にかけるの英語版が出た時は、日本語に聞こえる英語だということでですね、結構話題になりましたけども、その時はね、えー、海外の人がリアクション動画とかも、えー、出していて、なんか、やっぱ変な風に聞こえるみたいな、けど意味はわかるみたいなね、感じのリアクション動画見たことありますけど、実際この英語版いくつか出してるけど、どうなんでしょうね、評価というか海外でね。あの、その その歌詞の載せ方というところではあれだけど、まあ、あれリリースはしてるのかな多分してるんだよね。どうなんでしょうね。あんまり、その海外での、まあアニメの、アニメじゃないわ。東南アジアとかではすごいね、人気はね、あったりするし、まあただこの推しの子でちょっとまた知名度上がるかもしれないですよね。えー、続いても今日リリースの、えー、曲です。ロックえ、じゃあ6話じゃないわ。 5月26日リイギリス、アメリカのバンドですね。One Republic で Runaway。はい。えー、One Republic で Runaway という曲です。えー、続いてはイギリスのですね、ロックデュオというのかな二人組です。はい。えー、Royal b で Mountains at Midnight。はい。えー、Royal b l o 5月25日にイギリスのシングルです。うん、ロイヤルブラッド好きなんですよね。イギリスのデュオ。 えっとね、ベースボーカルとドラムだけなんですよ。<laughs> という変わった編成のですね、えー、ね、デュオです、えー。続いては、こちらもアメリカですね、の、えー、バンド、ヘイルストームです。ヘイルストームで、テリブル・スイングス、フューチャリング、アシュレイ・マックブライド。はい、えー、ヘイルストームでテリブルシングスフューチャリングアシュレイマックブライドはいヘイルストームでテリブルシングスという曲です、えー。アシュレイ・マックブライドという方が参加してますが、この方はですね、 えー、カントリーミュージシャンの方ですね。ヘイルストームはどちらかというとハードロックなんですが、ね、えー、変わったコラボです、えー。ちょっとカントリー寄りのね、アレンジかなと思います。えー、続いては、スティーブ・ルカサーの新曲ですね。5月24日にリリースしてます。スティーブ・ルカサーで、サムワン。はい、えー、スティーブ・ルカサー、サムワンという曲ですね。まあ、トトのギタリストですね。スティーブ・ルカサーなので、特に後期、後期のトトはね、 ルカサーがどちらかというとリーダーシップを取ってたので後期のととに似てるところはありますがまあけど言ってもスティーブルカサーのソロに近いというかまあソロにまあスティーブルカサーだなっていう感じの曲ですねえ続いてがテームインパラでレティナショウはいえーテームインパラのレティナショウという曲ですがえこのねレティナショウはですね えー「ローナ・イズム」というアルバムの10周年記念版の中からですね、えー、未発表のデモ音源です、はい。なので10年前の曲ですね。でテーム・イン・パラはですね、えー、オーストラリアのアーティストで、えー、一人プロジェクトですねソロプロジェクトがテーム・イン・パラです。はい で、えっ、ー、と、まあ、この曲、まあ、全然古さを感じさせないなというふうにね、はい、思ってますけども、えー、本名はケビン・パーカーという人ですね。はい。で、えー、続いてがですね、日本のアーティストですね、えー、今瀬で、なぎさ。はい、えー、今瀬で、なぎさという曲です。えー、続いては、フロリダの、えー、アーティストですね、ドミニク・ファイクで、アント・パイル。 はい、えー、ドミニク・ファイクで、アント・パイルという曲ですね。えー、ドミニク・ファイクはですね、えーと、ポール・マッカートニーのアルバム、マッカートニー3・イマジンドにもですね、参加してまして、はい、何気に気になっていたアーティストです。はい、続いてが今日10曲目、最後の曲となります。ちょっとね、今日はね、中断結構しながら収録してたんで、 ちょっとてど、どんなテンションで <laughs>、あの、なってるかよくわかりませんが。はい。最後の曲ですね。No r o ムというアーティストです。No r o ムで、ブラザー、はいえー、ノーロはい。No r o のブラザーという曲ですが、この No r o ムなんですけども、まだまだ若いアーティストで、えー、この間、来日公演で日本に来てました、The 1975の、えー、ボーカリスト、マッシューヒーリーがすごいお気に入りの、 アーティストで、フィリピン・マニラ出身のですね、アーティストなんですけども、マッシューヒーリがちょっと見つけたみたいな感じで、まあ、ぞっ子みたいな、はい、言われ方をしております。で、えー、The 1975の、えー、ビデオにも、ミュージックビデオにもね、あのー、出てたりしているようです。はい。ということで、今日は10曲お届けいたしました。今週リリースされたき、えー、曲。<laughs> <laughs> ニューミュージックフライデーでした。はい。ということで、パトムでした。じゃあね